さあ続けてですね、どんどん用語を確認していきます。期待値ってやつですね。あれ期待値って一回やったよなと。その通りですね、数学 A のね、あの確率の時にもすでに期待値のは学習していて、それとやっていくことは全く変わらないです。見ていきましょうか。例えばね、こういう確率分布があったとしましょう。 X1 に対して確率が P1 っていうのがバーっとこういうふうに並んでるやつですね。こういうものがあった時に期待値って何だったのかっていうと、値に確率をかけて足すことの、値に確率かけて足すことのっていう風にして全部足していったものですよね。つまり x1×p1 足す x2×p2 足す x3×p3 足す xn×pn っていう風にしたものが期待値だったわけじゃないですか。まさにこの定義はそのまんま使えます。 OK。 でこの期待値なんですけれども、EX、ね、この E っていうのがね、まあ、Expected Value、期待値を表しているものなんですね。 Expectation とかっていうふうに言ったりとかすると思うんだけど、期待っていう意味の名詞ですよね。はい、この E を使っているわけですね、 EX と。でこれちなみにね、 M って表したりとかすることもありますので、あ、 M って書かれても期待値なんだなっていうふうに覚えておいてください。さあこの EX ってやつですが、こういう定義で書かれてるんだけれども、数列でシグマを学習した後はこれもっと簡単に表すことができるわけですよね。どういうふうに表せますかって言われたら、これは XKPK と、 X なんとかと P なんとかっていうものを掛け算して、それを全部ね足し合わせていったものなわけでしょ。1入れて2入れて3入れてってものを足し合わせていったものなので、シグマを使えばね、よりすっきりと表すことができるんじゃないのかなと思います。でこれね、期待値っていうのは実は別の呼び名もあって、平均って呼ばれたりとかもします。平均、まあ、M っていうのがね、実を言うと、まあ、mean、平均って意味なんですけど、まあ、アベレージって言葉もあるんだけどさ、統計学のなんかにおける平均は mean って言ったりとかするんですけれども、その頭文字を取ってるわけですね。だから平均とも呼べると。まあ、例えばだけれども、サイコロを投げた時に、まあ、1、2、3、4、5、6っていう目が出ると、1、2、3、4、5、6っていう目が出ると、で確率を考えていって期待値を出した時に、その期待値って何なのかっていうと、これってさ、サイコロ振った時に平均して出てくる値だっていうふうに考えることもできるわけじゃないですか。だから期待値っていうのと平均っていうのは同じ意味として考えることができるわけですね。まあ、なのでここの部分、まあ、なんていうのかな、感覚的にはそんなに難しくないんじゃないのかなと思います。で1個重要なことですね、こちら行きましょうか。確率変数 X っていうのを A 倍したらどうなるのかっていう話をちょっとしておきたいと思います。さっきと同じ確率変数なんだけれども、これをね全部 A 倍していった時、全部 A 倍していった時です。例えばサイコロの出る目が、サイコロ振った時に出る目を全部2倍しましょうみたいなね。だから1の目が出たら 2、 2の目が出たら 4、 3の目が出たら6っていう風な感じで考えていた時にどうなるのかってことなんだけど、実を言うと確率変数 X を A 倍したら期待値も A 倍になります。え、どういうことだと。例えばですけれども、この場合シグマを使って表すと期待値ってどうなるのかっていうと、 A 倍の X、 A 倍の X に確率をかけてることになるわけですよね。Okay、で今この A っていう定数はシグマの影響を何も受けないと、K によらない定数なわけですから、外に出すことができるわけですよね。で外に出してしまえばどうなるのかっていうと、まあ、これは A 倍のシグマ K イコール1から N までの XKPK っていうふうになるわけですから、ここの部分はまさに期待値ですよね。 X の期待値なわけですよね。ですからこれは A 倍のEX っていう風になると。すなわち何が言えるのか、確率変数 X を A 倍したならば期待値も A 倍になるからねってことが言えるよねってことね。でこれ感覚的には全然難しくないと思うんだ。なんでかっていうとさ、確率変数を考えていった時に出る目が全部2倍になっていったら、それは期待値だって2倍になりますよねって話です。いい、だ感覚的にこれはそんなに難しいことではないんですけれども、式で書いてもね、これが正しいんだってことが確認できるかなと思います。ということで期待値、確率変数を A 倍したら期待値も A 倍になるんだっていう、ここの部分はしっかりと頭の中に入れておいてください。はい、ということでこれらを踏まえた上でですね、練習問題やってみたいと思います。練習問題というか、確認問題ですかね。エクササイズの2番やってみましょう。どうぞ。